オーバーハイトは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバンベルク郡に属する、町村。この町は、バンベルクの北西約7キロメートルに位置する。最も標高の高い地点は、西部のシュピッツェルベルクと東部のゼムベルクである。ハースベルク自然公園内のマイン渓谷に位置する、その地形は、山歩きやサイクリングに適している。ウンターハイト地区は、 バンベルク軍で最も標高が低い地点で海抜230メートルである。オーバーハイトに隣接するマチソンはラウター、ビシュベルク、フィーレトトルンシュタット、市はバウナハ、ハルシュタット及びバンベルクがある。また、ハースベルゲ軍のシュテットフェルト及びエルトマン市とも境を接している。この町は公式には5つの地区からなる。このうち、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。古田修道院は8世紀にこの地域を領していた。その後、ミヒエルスベルク修道院が創設され、13世紀からはオーバーハイトの領主となった。この町はバンベルク大司教領に属し、1803年の帝国代表社会議主要決議によってバイエルン領となった。宗教構成は以下の通り、 1978年にそれまで独立した自治体であったウンターハイト及びシュタッフェルバフハが合併した。この地域の人口は1970年3771人、1987年4090人、2000年4775人であった。議会は16議席で構成される。主張はカルステン・ヨナイティスである。 ありがとうございます。